キュ。まずテレビから紹介。11本あります。11本多い ね、 ね、プロモキですね。はい、まずはライターズ、出演するのは阿部くんで、7月8日月曜日1時39分から1時59分、つまり日曜の深夜です。うん、日テレにて放送、20分番組。紹介するやつね。そう、ドラマ紹介系ですね。ほうほう、ゴーホーム特集。ゲストにゴーホームに出る戸次さんを迎え、戸次さんが阿部くんたちとの現場での人物相関図を明かす、うん、なるほど。視聴者のきなこちゃん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。なちなみにゴーホームはいつから放送だっけ。確か7月15あたりだと思います、うん、なるほど、来週からってことかな。ですね、楽しみだね。ね、ネクストこちら予想です。7月8日月曜日の ZIP デイデイ、はいはい、7月6日土曜日に放送された The Music Day の名場面が放送されるかも。あ、なるほどね、うん、はいはいはい。去年は SnowMan のインタビューなどはありませんでしたが、うんうん、ZIP と Day Day で名場面が放送され少し映りました、うん、なるほどね。なんかラウちゃん元気そうでよかったね。ねえ、ほんと予想外に早かったね、カイプ ね、 ね。ネクストドーン、海の始まり第1話再放送。お、再放送するんだ。出演するのは目黒くんで、うん、7月8日月曜日13時50分から15時25分にフジテレビにて放送。これもしかしたら関東ぐらいかもしれませんね、はいはい、なるほどね。なんかないっていうコメント見ましたね。うん、ネクスト海の始まり第2話、よ、出演するのは目黒くんで、うん、7月8日月曜日21時から21時54分にフジテレビにて放送。うん、楽しみね。次回の内容は、うん、夏のアパートに一人で来た海ちゃん、うん、夏は家に帰さなければと思い大竹しのぶに連絡。何よ、目黒くんが出てきて何、さんまさんとはもう別れたの何の話。大竹しのぶです何を電話してきて。大竹しのぶを待つ間に、うん、弥生、有村架純がアパートにやってくる、ね、あれ、うん、修羅場。修羅場だねこれね。修羅場っぽくはならないと思うけど。大竹しのぶが海ちゃんを連れて帰った後のアパートで、うん、夏は海が自分の娘であることを弥生に告げる。うわ、修羅場です ね、 弥生からするとね、ね、完全な修羅場だよね、うんうん、動揺を隠せない弥生は、うんうんうん、生まれ変わっちゃうかなあー、あれね、月の満ち欠けのことねもう転生だみたいな感じ。ね、本当そんな気分だよね。ちなみに2日間の見逃し配信数がサイレント超え。7月5日時点で TVer で300万回再生突破しています。ネクストこちら。マウンテンドクター第1話。出演するのは向井くんで、7月8日月曜日22時から23時9分にフジテレビにて放送。よ、向井くん。やっと始まった。焼き鳥屋。日本一かっこいい焼き鳥屋。本当だ。海の始まりからチャンネルを変えずそのままスタートです。よし。初回15分拡大スペシャル。うん。うん、山岳医療チームの話。そうなんだよね、まあ、向井くんはねドクターではないけど。そうだね、うん、1話の予告に向井くんしっかり映っています、うん、自分の焼き鳥屋で、うん、山は人を笑顔にする素晴らしいところでもあると思うよ、うん、と誰かに向かって言っていました、うん、お、深いですね。ね、ね、焼き鳥はじゃなくて山なんですね。そうだね、うん、この初回放送日のポカポカには、うん、杉野陽介さんと大森奈緒さんの2人の生出演が発表されているので、うん、向井くんは電波ジャックには参加しないようです、うんうん、じゃあゴルフでも行ってんのかなかな。ネクストドーン、ラビット、ラビー、出演するのは佐久間くんで、7月9日火曜日8時から9時55分に TBS にて放送。よいしょ。今回はストーンズ松村北斗くんもスタジオ生出演のはず。この日北斗くんのドラマスタートなので、うん、95% くらいの確率で出るはず。高いね、出るよね多分ね。北作、北作なんか中国の共同戦線みたいな合ってんのかな名前ですけど ね、 ね、 ね、どうなんだろう、なんかこのツーショットね、どんな感じになるんだろう ね、 いいね、なんて言うんだろう、色白の二人美少年みたいな。確かに確かに妖精っぽい感じが、ね、確かに、うんうん、妖精感あるね確かに。ネクストドン、ザ神業チャレンジ、出演するのは深澤君で、頑張れふっか。7月9日火曜日18時30分から20時に TBS にて放送。よ、ゲストとしてロケ出演。よ、スノーマン深澤達也 VS 巨大クレーンリベンジ、うんうん、こればっかりやなすごいね、ミスタークレーンゲーム、まあ、ミスタークレーンゲーム。深澤くんは今年の1月30日放送の神業チャレンジで巨大クレーンゲームに挑戦し失敗。うん、そうだったね。今回リベンジします、うんうんうん、ゲーセンのようなところでクレーンゲームします。ね、実際はやっぱりね、ゲーセンのクレーンゲームだと神の
フッカでもやっぱ巨大クレーンゲームだとちょっと勝手が違うみたいですね。深澤くんは今回の予告で2回もやらせてもらって成功しないはないと意気込んでいます、ってことはこれ振りですねきっとねダメってことフッカさんはそういう男でしょ。なるほどね、絶対成功させるからっつって確かにそうかも本当に1時間半の番組で2本立てのため、はいはい、深澤くんの尺長そうな感じです、スタジオでは深澤くんの挑戦をストーンズ松村北斗くんが見守ります。深北深北深北聞いたことないなんか深さん私服で出演してるらしいですね。そう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 。この収録時点では衣装として出されたものを衣装として着てるはずなんだけど、多分気に入って買い取ってるっぽくて、ね、ウィーアーの楽屋だったり、ラウールくんか誰かのファンクラブの誕生日動画で、この神業チャレンジと同じ服着てますよ、ちょいちょい仕事して金使ってんじゃねえよふかさん本当だね、また買っちゃってる。でもね、結構安いやつだったよ。最高だね。あ、安いんだ、さすがふっかさん。視聴者のみやびちゃんほか、コメント欄での情報提供ありがとうございました、ありがとうございました。ネクストこちら、7月9日の今夜は謎トレ放送ありません。ありません、すいません次回の放送は7月16日火曜日19時から20時54分、2時間スペシャル、そうですね。はい、ネクストこちら、クイズ国民一斉調査、出演するのは阿部くんです。すごいね、阿部ちゃん、ね、これも日テレだから番宣だね、あ、そっか、Go home。 7月9日火曜日20時から21時54分に日テレにて放送。ははは、深澤くんの神業チャレンジが終わって、チャンネルを変えてすぐスタートです、連続で3時間半すのが見れます。阿部くんは回答者としてスタジオ出演、いいですね、阿部ちゃんはね、安定感がありますよ ね、クイズだもん ね、この番組は不定期で放送されているクイズ特番、MC は川島明と佐々木のぞみ、あら、のぞみちゃん、芸能人30人がクイズで激突、ゴーホームチームとして小芝風花、大島優子、阿部亮平、柳美希の4人が出演。おお、いいね、風花ちゃん、阿部、風花阿部、いいよ、風花阿部、風花阿部、風花阿部か、なんか語呂悪いねなので阿部くんは女性3人に囲まれて出演という形ですね、まあ阿部ちゃんもね、女性みたいなもんですからね姫ですからね。スタート者からの出演者も多いです、あら、すごい、櫻井翔、大西流星、高橋恭平、藤原丈一郎、あら、いいメンバーです ね、阿部くんが慕っている櫻井くんとの師弟共演とも言えるかもしれませんね。そうだね、時計をいただいてありがとうございますネクストドン、ノンストップ、出演するのは深澤くんです。7月11日木曜日9時50分から11時25分にフジテレビにて放送、ね、いただきハウマッチも折り返しということで、今年はね、ぜひ1位を取っていただきたい深澤さんに。すでに番組表に記載があるので確実に出ます、ね、あのオンストップね、見るとふっかさんの美女がちょっとね、あの、分かりやすくていいよね。あ、今どんなのかって、調子いい時はね、かっこいいんですけど、なるほどね、ちょっと、あ、飲みすぎちゃったのかなっていうのはね、ちょっとむくんでたりもしますけど、朝早いしね、ね、大変な仕事だよ ね、なんか夜中、夜夜食で、カップラーメン1個食べるだけでもうテレビで出るとむくむらしいって、ね、なるほどなるほど。ネクストだ、集まれ内村と〇〇の会、え、なになにこれ、出演するのは宮舘くんで、7月11日木曜日21時から23時に TBS にて放送、すごいじゃん、伊達様ね、 TBS に気に入られてる感すごいあるよね、なんかうっちゃんっていうとね、目黒くんと晴れ風で共演してたから、あ、確かにそうだね、さすが伊達様、ゲストとしてロケ出演、うっちゃんなんちゃんのうっちゃんが MC の特番、いいですね、いいですね、5回目の放送らしいです。今回2時間番組でロケ3本立て、宮舘くんはそのうち1つのロケに出演、いいですね、うっちゃんね、回しうまいから多分伊達様うまくいいところを引き出してくれそうな気がします、なるほどね、多分ね、うっちゃんはスタジオにいて、ロケにはいない感じだね、ロイヤルギャガーとして伊達様が呼ばれてるわけです ね、スノーマン宮舘が初沖縄ロケ、はいはい、あ、これか、そう、海パン芸人と夏の沖縄を楽しむ、海パン芸人、ほう、一緒に沖縄に行くのはハリウッドザ・コシショー、これか、いたね、6月24日か、そう、沖縄でね、でもその後またさっくんともなんか
ね、目撃されてたよね。あ、そうだね、それは試すのなのかな、うん、はいはい、品川庄司の庄司、とにかく明るい安村、安心してください、書いてますよ4人でドライブしたり、うん、海で遊んだりご飯を食べたりします。はいはいはい、うん、じゃあ庄司さん、あれツッコミがいなくないこれ、うん、安村さんが若干ツッコミだけどこれ、うんうん、4人ボケだね、面白そう、すごい面白そうだね、うん、予告では宮舘くんがサーフィンをしていました、はいはい、おお、出た出た、視聴者の上重ちゃんからは、うんうんうん、この番組が発表された日から宮舘さん、はいはい、みんなこの話題で持ちきりでした。写真では見ていたサーフィン、うん、動いている姿をしかも地上波で流されるとなると、うん、もうみんなそわそわワクワクです、はいはい、そうなんだね、初っていう感じかな、そう、サーフィン動いてる姿はね、うん、でももうなんて言うんだろう、体つきはまさにサーファーなんだよね。あ、そうなの、舘様ってサーファーの体型してるんですよ。お、じゃあうまそう、うん、なんかサーフィンって結構独特な筋肉使うじゃん、うんうんうん、だからやっぱサーファーの人って言われると確かにサーファーの人の体型なんだよね。なるほどね。視聴者のきなこちゃん、うん、里村さん他コメント欄での情報提供ありがとうございました。続いて配信が2本です。 YouTube 浜ちゃんと浩二のお上手ですチャンネルにて動画公開、出演するのは向井くんで7月9日火曜日17時に配信、ね、ゲストにプロゴルファー佐伯美希が登場、39歳女性、うんうん、おお、プロにゴルフを教わる、ついにプロが来るんです ね、前回はねランチ食べてました ね、浜ちゃんとね、楽しかったねあれね、トーク、ムロ君ってことはランチ食べて午後のコースって感じなのかな、なんかね別日に撮ってて、ムロ君がゲストの回の時にまとめて撮ったみたいです、はいはいはい、じゃあムロ君いるの、うん、そう、ムロ君、浜ちゃん、向井君の3人がプロとコースを回りながら教わります。やっぱプロと回るとねすぐ上手になるっていうね、鉄板ですよね。プロに一番飛距離が伸びそうなのは向井くんと言われていました。絶対にそうだと思う。あ、でもな、浜ちゃんもまあ。あ、もうね、浜ちゃんはもうレベルが上すぎてどう教えようかみたいなことを言ってたね。確か、ん？浜ちゃんは何なんだろうね。向井くんが87で、室くんが83って言ってたような記憶があるから、まあ100切ればね、相当うまいっすよ。そうだよね。ジャニカもう一回も100なんか切ったことないし、ちゃんとルール守るからね。ライを変えたり、いろいろちっちゃいなんかズルをいっぱいできるじゃん。なるほどね、うんうんうん、全くしないで87って向井くん本当に上手だよね。なるほど、うん、ネクストドン。 YouTube スノーマンチャンネルにて動画公開、うんうんうん、出演するのはスノーマンで7月10日水曜日17時に配信、うん、よいしょ。ニューシングル発売まであと3週間のため、うん、ニューシングル関連の動画が投稿されるはず、うんうんうん、過去の傾向を踏まえると今回はブレイクアウトのダンスプラクティス動画、もしくは、うん、君や僕のものパフォーマンスビデオが投稿されそう、うんうん、いやブレイクアウトのダンスプラクティス、いやもう見たいよ ね、みんな待ち望んでますね。てかダンス上手すぎやろね。ね、ネクストドン。ラジオです。スノーマンのスノーマンマ、うん、今回の担当メンバーは向井くんと岩本くんで、岩本兄弟、7月11日木曜日21時から21時30分に文化放送にてオンエア、うん、いいね、この二人いいよね。ね、ね、本当兄弟みたい。ああ、そうだね。いや、向井くんって結構なんかすごいよね。年上になんか気に入られる。本当だね。ね、回し担当は向井くんです、うん。このコンビでの放送は8ヶ月ぶり。なかなかこの舘様と岩本くんに気に入られるのって難しいと思うんだけどね。ああ、なるほど、ね。やっぱ向井くんは性格がもうのまんまでいいから、うん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 、向井くんはね、だから気に入られるんでしょう ね、うん、この2人といえばタイにね、うん、仕事で行ってましたよね。そうだね、向井くんのお兄ちゃんと岩本くんが似てるっていう話だっけ、山本兄弟って。あ、そうか、最初はそういう話から。そうだよね、うんうん、確かにね。ネクストドン。アンドボーイボリューム2、うん、あ、アンドボーイね、うん、アンドガールのなんていうか別冊版みたいな感じですね、うんうん、メンズ版かな。そうそうそう、うん、岩本くんが表紙で7月8日月曜日に発売よ。中面にて12ページの大特集。おお、大特集。テーマはスーパーセクシー。確かに山本くんスーパーセクシーだよな。ね、ね、お値段1430円。ネクストこちら、ファインボーイズ8月号よ。渡辺くんが表紙で目黒くんも掲載、うん、7月9日火曜日に発売。うーん、またな、ショッピーおしゃれだからな、確かに、うんうんうん、ね、まさくんとかするのはみんなおしゃれですけどな。僕らが目指すハッピーなショッピーという特集が、うん、いいね、ハッピーショッピーだ。目黒くんはレギュラーモデルとして掲載、うんうんうん、長いね目黒くんもね。お値段820円。
ネクストこちらメンズノンの8月9月合併号、あらラウールくんが表紙で7月9日火曜日に発売、うん、専属辞めてもやっぱ戻ってくれるんだね、ね、実力があるとね、辞めて道枝くんになったようなイメージだよね。あ、大体ね、そこは覚えてない。どうなったんだろう、その後同じ時期ぐらいに、うん、まあ、ラウルク辞めて、うん、専属ミッチーが、そうなんだっけ、うん、専属連載とかじゃない、まあ、ちょっとそこは覚えてないや、うんうん、メンズノンノにラウルくんが2年ぶりのカムバック、お帰りなさいませラウルくん。ラウルくんが専属モデルをしていたのは2020年から2022年です、ね、卒業当時は大事なモデル業の仕事終わっちゃったと悲しむファンが多かったんですけど、うんうん、もう今やパリコレモデルとなって、うん、やっぱパリコレとかに出るためにちょっとまあやめたっていう事情がありそうな気がするけどね、うん、忙しくなったとかもありそうだよね。うん、なんかこうイメージにちょっと合わないとかさ。あ、なるほど ね, ね、まあ、メンズノーノって結構まあ日本みたいな感じがするじゃん。やっぱりラウルカゴ世界へみたいなイメージがなんかそこでちょっと合わなくて決断したんだろうなって今思うと、そうだね、思わない、そうだ ね, そうだ ね, ね WWD とかさ、ボーグとかさ、はいはいはい、やっぱそっちの雑誌の方が実は出たい、そうだね多分ね、なんじゃない、だってやっぱね、うんうん、パリコレを目指すっていうとそんな感じがするね、うん、関東特集ラウールと夏のファッションセブンルール、うん、セブンルール、そんなテレビがありましたね確かね、うん、うん、夏のファッショントレンドを圧巻のポージングで着こなす、うそうだね、歩く動く踊るマネキン、本当だね、同じ特集内にロングインタビューも掲載、あ、いいな、久しぶりのメンズノンの登場に関する本音を語る、うん、お値段820円。ネクストこちら週刊テレビガイド7月19日号、うん、掲載されるのは阿部くんで7月10日水曜日に発売、うん、よいしょ、ゴーホームで刑事役阿部亮平、うん、なんか表紙松潤なんでしょこれ。あ、そうそうそう、珍しいね、珍しいよね、久しぶりなのかな、ねね、うん、お値段520円。ネクストこちらその他の情報です。7月11日赤羽骨子フェスが開催、うん、これ何なんですかこれは。赤羽骨子フェスと題しているけれども、うん、完成披露試写会とのことです。なるほどね、はい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 、時間は夕刻予定、うん、場所は都内某所、某所、登壇者はキャストとスタッフと告知されています。うん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 、上映前にキャストスタッフによる舞台挨拶あり、うんうん、いいね、3年4組のクラスメイトが大人数揃うのかもしれませんね、うん、そうだね、いっぱいいらっしゃいますから ねキャストが ね、うん、特にあのちゃんとか、うん、3時のヒロインかなでさん、かなでちゃん、木村昴さんなど、うん、有名どころ出そうですよね、うん、ジャイアンの人やね木村さん、ね、うん、また次回の動画でお知らせしますが、翌日の7月12日金曜日フジテレビ朝の情報番組で間違いなく取り上げられるはず、うん、まあ、とにもかく特にも背中の怪我がね気になってしょうがないですよね。日本の宝ラウル君、しかも世界大会ダンス、ね、そろそろある練習 ね心配。視聴者のスノーちゃん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。その他にはうん、4YouTube に岩本くんが出るかも。おー、4YouTube ね。そうそうそう、なんかこういうのチャンネルね。車買ってたよね、最初の方でね。あ、そうそう、ワゴン車みたいなやつ。その車に岩本くんが乗って撮影しているのが6月30日に目撃済み。うん、あ、そうなんだ、うんうん。誰と仲いいんだろうね、岩本くんは。あ、辰巳さんだね、もう。岩本くんといえば、4U の辰巳くんっていう。そうだよね。うんうん、確かに辰巳くん、かっこいいよね。ね、そうだね。かっこいい、辰巳くん。視聴者の翔真くんによると、うん、4YouTube は日曜と木曜に更新とのこと、うんうん、なので早ければ7月11日木曜あたりに公開される可能性もありますね、うん、なんかショーマンくんあれでしょ、アメリカのなんかマイナーなラジオ聞いてるんでしょ。あ、ラジオ ねマイナーなのかすらわからないんだけれど、角、うん、がかかるんでしょ、うんうん、そのラジオだと少しねえ、何なんだろう、うん、このチャンネルではスノーマン情報を週4回水木土日に配信しています。配信しています。次回の出演予定は7月11日木曜日に配信です。配信です。妹のジャニちゃんでした。姉の深田のジャニくんでした。せーの、ジャニジャニ、ラブだよ、バイバイ、おしまい。